今回も在庫車両紹介となります。今回は30系の後期型のアルファードで、年式が令和2年式の、カラーが202のブラックです。グレードが S タイプゴールドで、走行距離が2万2000キロのお車となります。で、今回エアロやローダウン、ホイールなどついているので、そちらの紹介をしていきたいと思います。まず前回りになるんですけど、今回モデリスタさんのフロントスポイラーが装着されています。タイプゴールド用の漆黒メッキになっているようなスポイラーとなります。で、シグネチャーイルミブレードもメッキの色が同じような感じになっていて、ちゃんと統一感があるような感じになっています。で、タイプゴールドなのでエンブレム部分はゴールドになっています。前から見た感じだとやっぱりタイプゴールドはちょっとメッキの色が違うんで、こんな感じでちょっとラグジュアリーな感じがしますね。で、シグネチャーイルミブレードもついてるんで、一旦ライト周り行ってみましょう。はい、ライト周りですね。今回はタイプゴールドで三眼のヘッドライトがついてるんで、シーケンシャルのウインカーになっています。で、シグネチャーイルミブレードはこのような感じで白く光っており、フォグランプは純正になります。なのでフォグランプはレンズを変えると、例えばバイカラーフォグだったり、もっと明るいフォグに変更も可能となります。続いてサイドです。サイドは今回ブリッツ製の車庫帳が装着されております。今回は新品で取り付けしております。ホイールは前のオーナーさんから取り付けされているマルチフォルケッタ2ブラックでフェイスポリッシュ、横の部分がブラックになり、フェイス部分がポリッシュとなります。今回21インチになります。タイヤサイズは245-3521で、そのまま横に行くとモデリスタさんのサイドスカート装着されています。このサイドスカートもちょっとメッキがタイプゴールドなのでちょっと黒くなってます。あとはサイドバイザーが装着されております。このような感じで、で、車庫帳の落とし具合はこのような感じで、そこまで下げすぎずといった感じで、まあ、出面もちょうどいい感じになってます。で、フロント部分もこのような感じで現在で17センチあります。こちらで16センチあるんで、イオンなどの立柱も全然いける仕様となっております。はい、続いてリアへ行きます。今回はリアもモデリスタさんのリアスカートが装着されています。で、あとはマフラーカッターが装着されており、リアごめんスモークも施工されています。リアもリアスカートがついていますけど、高さが18センチあるんで、輪止めも当たらずに止めることが可能です。こういった感じでモデリスタさんのエアロフロントサイドリアに、車庫帳ホイールといったシンプルな仕様となっております。続いて内装いきます。内装は、まずナビからいきましょうか。今回令和2年式のお車なので、ディスプレイオーディオとなっております。で、 ETC も装着されております。で、あとはバックカメラも装着されており、今回 CD-DVD デッキは装着されていないので、後から取り付けも可能ですし、他にミラーリングのキットだったり、そういったものも取り付けは可能です。今回タイプゴールドになるので、ステアリングはコンビハンドルになっております。で、あと今回、テレビキット装着されております。ここのオンオフで走行中もテレビが見れるようになります。で、あと走行距離ですね。走行距離が22,183キロとなります。今回タイプゴールドなのでハーフレザーシートになります。このような感じで真ん中がファブリックで、両サイドがレザーとなっております。今回のお車も比較的シート綺麗です。2列目とかもこのような感じで綺麗で、あとは2列目にはオットマンがついております。タイプゴールドのいいところは、まあ、こんな感じでキャプテンシートになってて、ノアボクシーなどと同じようにシートが内側に寄ります。で、ロングスライドが可能です。2列目も、広々と座れるようになっています。で、2列目も広々と座れるようになっています。で、あとは真ん中にテーブルがあって、まあ、ドリンクホルダーも4つついております。で、2列目にアクセサリーコンセントも今回のお車ついております。あとはディーラーオプションの、フリップダウンモニターもついております。あともう一ついい部分で言うと、タイプゴールド天井が真っ黒です。このような感じなんで、結構黒で統一されているような感じなんで、まあ、高級感がありますね。やっぱりインパネ周りもこのような感じになります。
で、ルームランプも LED になってるんで、まあ、中も明るくなっております。あとは3列目に行くときはノアボクシー同様、背もたれを起こし上げて前にスライドするとこのような感じで楽に乗り込むことが可能です。あともう一つ、3列目で張り上げいきます。アルファードベルファイアは結構3列目のシートも大きいんですけど、跳ね上げはとても簡単で、3列目のここの矢印部分が位置が合っていると、ここのレバーでこのままスッて上がります。で、足も勝手に畳まれるので、そのままここの留め具を止めてあげます。で、紐を引っ張ってあげると、よいしょ、このような感じで跳ね上げができます。で、下ろす時も簡単で、留め具外してあげて足は勝手に出てきます。このような感じで、で、ガチャンって下ろしてあげると、あとは背もたれを戻して完了です。とても簡単です。このような感じでラゲッジスペースもあります。で、今回特別仕様車のタイプゴールドになるんで、パワーバックドアも、ついております。はい、勝手に閉まってくれます。内装は以上となります。はい、いかがでしたでしょうか。今回のお車はモデリッサさんのエアロでローダウンとホイールを装着したシンプルな1台となっております。ただ、まあ、この状態でも十分かっこいいので、このままもお乗りいただけますし、例えばフォグランプ変えたり、テールランプ、リフレクター変えたり、中もミラーリングをできるようにだったり、まあ、プラスアルファドラレコをつけたりもできる1台となっております。で、今回のお車、ボディもかなり綺麗で、このような感じでまだまだツヤツヤな1台となっております。で、中も比較的操作性のいいシートになっているんで、お子様連れの方でもかなりおすすめとなっております。はい、今回のお車のおさらいです。令和2年式の30系の後期型のアルファード、走行距離が 22,000km で、カラーが202のブラック、グレードが S タイプゴールドで、モデリッサさんのエアロが装着された1台となります。今回のお車も入庫して間もない状態となりますので、ネット掲載前のお車となります。なので、気になる方は LINE なりお電話なりでお問い合わせいただければと思います。で、またこちらのお車もネット掲載が開始され次第、概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからもご覧いただけるようになります。はい、ということで今回は30系の後期型のアルファードのご紹介でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。